ごきげんよう、山口愛希です。愛唱歌ですねを歌いたいと思います。隣組です。この隣組は、作詞されたのが岡本一平さん、そして作曲編曲されたのが飯田信夫さんという方です。この曲はですね、1940年、昭和15年ですね、国民歌謡で放送されました。まあね、ドリフの大爆笑のオープニングの曲として替え歌で歌われていたので、ほとんどの方が知ってるんじゃないかなと思います。この曲はですね、当時戦時中にみんなで助け合って一日一日を乗り越えていこうねっていう思いが込められているそうです。で作られたそうなんですけど、でよくね、私も話を聞く中で、あの隣の方の醤油を借りに来るっていう、お味噌を貸してっていうので、昔はそういうのがあったみたいですね。私は平成生まれなんで、隣のおばちゃんから味噌を借りるとか醤油を借りるっていう経験はないんですけど、よく、まあ、お母さんお父さん世代の方々にはよく聞いてました。いつも醤油がなくなったら隣の人に借りに行ってた、借りっていうかもらいに行ってたっていうのを、で隣の人がなくなったら、まあ、貸してあげるじゃないけど、まあ、お互いもうこう助け合って、まあ、隣の隣とって、もう地域全体がもう家族という感じでね、みんながみんなで助け合っていたっていうことを聞いたことがあります。今のね、この令和の時代っていうのは本当にそういったことが考えられないじゃないですけど、隣の人がの名前がわからなかったりとか、全然こう接点がないというか、その地域でこう何かをするっていうことが少なくなってきてるのかなとは思ったりするんですけど、だけどまあそういう、もう地域で助け合うことっていうのは今もね、この日本でも大切なことだなと思います。日本だけじゃなくて世界でね、もう本当に大切なことだと思います。しかもね、私が知ってる情報によると、あの江戸時代やったかな、昔は母親がたくさんいた、母親っていう役割がたくさんあったそうです。例えばお母さんが子供を産みます。子供を産む母、生まれてきた子供をこう抱きかかえる母、母乳をお乳をあげる母親っていうので、お母さんが周りにたくさんいたそうですね。なんかその話を聞いて素敵だなと思ったのが、町全体で子供を育てるじゃないけど、いろんな母親が近くにいたら、子育てをするお母さんもすごく心にゆとりができるんじゃないかなと思います。何もわからないね、本当に何もわからない状態じゃないですか、人っていうのは。で初めて新米ママになって、何を一番最初にやっていったらいいのかってわからないお母さんもたくさんいると思うんですね。昔の人たちはいろんな人たちに手助けしてもらって、あの子供を子育てをしていたんだよっていうのを私は伝えたい。あの助けたり、助けられたり、教えられたり、教えたりっていう、こう人はこう支え、人こうからこうか、人は支え合って生きていくっていうじゃないですか。本当にそうだなと思います。で私はいつも思うのが、誰かの支えになりたいって気持ちはすごくあるけど、それが例えば行き過ぎてしまったら、すごいおせっかいというか、やりすぎてしまうと向こうに負担がかかっちゃうじゃないですか。だから自分のできる限りのことはやりたいけど、あんまりこう必要以上に関与せずに、あのその人が幸せでいられるように何か手助けをすることができたらいいなとは日頃考えてはいるんですけど、ふとした時にね、邪魔になってしまったりする時もあるから、そこは難しい塩梅ですけども、でもそういう思いでね、私はいつも助けられてることの方が多いから、その分誰かの役に立てたらいいなと思います。でこの曲がこの YouTube を通して皆さんの心に届いて、その心がまた違うところに放っていかれる、その願いを込めて今日は歌いたいと思います。では聴いてねー。